現在も紛失は継続している状況ではございますが、引き続き一日も早い事態の収束に向けまして全力で努めてまいりたいと思います。この会議は三井石油開発が主催し、道や蘭越町、地元の農協などの関係者が出席しました。会議は冒頭以外は非公開で行われ、終了後の会社の説明では紛失を止める作業について当初来月下旬までかかる予定としていたのを来月中旬へ前倒しを目指す方針のほか、大気中のヒ素濃度の調査を行うことなどを参加者に説明したということです。三井石油開発は出席者から出された意見や指摘については非公開として明らかにしませんでした。